はい、皆さんこんにちは。今週も始まりました FM 那覇かなさんどう with おしりとバーベルの時間です。この番組はフィットネスをもっと身近に感じてもらい、少しでも多くの方に興味を持ってもらうため、フィットネスについて楽しくお伝えする番組となっています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニクの提供でお送りします。かなさんどう with おしりとバーベル、メイン MC を務めます浦添市実着のサロンドシャルムというエステサロンでトータルビューティーアドバイザーをしていますかなさんこと小橋がかなえです。よろしくお願いします。そして本日はなんと初の女性2人可愛いゲストをお迎えして一緒に楽しんでいきたいと思います。ドンキホーテやスポーツゼビオなど全国3000店舗でプロテインを中心に販売中。販売累計3000万袋を突破。毎日飲むものだから安心安全なプロテインを。さあネットで検索アルプロン。高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニクです。キクニクはトレーニングしている方、ボディーラインを維持したい方、ダイエットをしたい方に喜んでいただける高タンパク低カロリーの肉料理をご提供いたします。あなたの筋肉にキクニクを。詳しくは沖縄キクニクで検索。はい、今日は女子2人ということで素敵なゲストをお迎えしております。なおちゃん、はい緊張してます？してますねなんで？なんで？自己紹介よろしくお願いします。はい、5月26日のベストボディジャパン山口大会に出場しました玉木直と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、はい、いくつか質問させていただいてよろしいですか？はい、なおちゃんがベストボディジャパンに出ようと思ったきっかけ教えてください。またきっかけはパーソナルだとか自分でトレーニングしてたんですけど、はい、インスタで憧れの人を見つけて、うん、その人方がたまたまベストボディジャパンに出てて、で日本大会でも上位に入った方なんですけど、うん、それを見てなんか私もいつかこうなりたいって思ってて、でいつかじゃなくても今年やっちゃおうと思ってすごい行動力、はい決めてから大会まで大体どれぐらいの期間でしたか？決めてから半年ぐらい。出ようと思ったのが去年の12月で、うん、で5月の末にあったので半年ぐらいなんですけど、うんうん、ぶっちゃけこの T シャツとかも去年の10月ぐらいに買ってました全部あのヒールも、あ、初めて言うんですけど、うん、ヒールもパンツっていうか着てよのアンダーウェアも出ようって決める前に買ってた。はい、なんか憧れで欲しいと思っていつか2年後ぐらいかなって思って。まだ酒飲んでから買ったんでしょう。はい、違います。違う、それは違う。ちゃんと冷静にですいろいろ買いますけど酒飲んで記憶ないみたいなで、はい、なんと初出場で、はい、初優グランプリ、はい、いただきました。すごいですね。おめでとうございます。だいぶ時間経ってしまったんですけどもトレーニングは主にどんな感じでやってたんでしょうか？はい、大会前2ヶ月 2,3 ヶ月前とかも週5、6行ける時はもう本当感覚がおかしい時は週7、8とか行ってて、うんうん、で週7、8なんで8ってどういう意味？もう朝2部ですね。1日2部朝行ってなんか足りないなと思って、ボディービルダーみたいな行ってみたいな感じです。で今日いないんですけど作川さん、はいはいはい、マインドボディの作川さんにパーソナルついてもらって、うん、で自分でもトレーニングしながらやってました。うん、減量はどれぐらいしましたか？うん、大体も4ヶ月くらいですね。もうちょっとずーくゆるーくな感じでやっていきました。うんうん、で最終的には何キロぐらい？最終的に7キロ水抜き塩抜きをした後の体重も踏まえると7キロぐらい。7キロも落とした。落ちました。でも戻ってないんじゃない今ですか？うん、今でも今よ、うん、5キロ。あんだけ食べてるから戻るから、すぐ戻るだろうなと思ったら意外と戻らないね。
いや上あの見えてないところにやっぱつきます。ウエストとか、あ、大丈夫かとかでもお尻はついた方が、ね、でも今もだって前スルスルだったズボンがお尻で引っかかるんで、うん、あでもそれは嬉しいんですけど、うんうんうん、ついてます。顔とかいろいろ。大会初めて出てみての感想を教えてください。なんかいろいろ不安、初めての大会でしかも県外でだったんですごい不安だったんですけど、うん、もう当日音楽、うん、あの舞台袖で待ってる時の緊張感から、うん、音楽が鳴った時の瞬間のあのなんで高揚感っていうか、うん、やっとここに来れたっていうか、あ、わかる、ワクワク感というか、うん、すごかったです。またあの感覚は味わいたいなって。ハマっちゃったね。ハマっちゃいました。次回は次回の目標は10月14日のベストボディジャパン那覇大会でに出場して、やっぱりグランプリしか今見てないです、うん、それでいいと思いますよねえ、那覇大会は結構ね、はい、沖縄の子も今年は何人か出そうなのでね、はい、みんなで一緒に、はい、沖縄フィットネスガールズでね、うん、一緒にやっていけたらいいなと思ってるんですけども、はい、ウエストボディジャパン以外にも何か考えてます？あ、今年はもうベストボディジャパンだけ一本で、うんうん、で来年ちょっとまたその憧れの方がサマスタに出てたので思いっきり影響されて出たサマスタに出たいです。でも、まあ、体にの状態によってはまた来年もベストボディかもしれないし、うん、頑張ってちょっと筋力アップとできれば、うん、サマスターかなっていう感じです。素敵ですね、ていうかさ、はい、私がいつも思うんだけど、はい、インスタ見てて、はい、あんだけ食べれたら、はい、もっといけると思う。あーでもいや、はい、私食べれなくてもこんだけ筋肉つけるのすごい大変だわけ、はい、食べれないで食べてしまうと本当にダメだわけさ、はい、お腹下しちゃって、あ、なおちゃん見てたら、はい、これってめっちゃ鍛えてる人の食べ方だなって思うわけいやもうやりすぎなんですよね。もう食べるとき食べて、うんうん、でも1日食べたらそのあと 2,3 日はもういいやってなるんで、うん、普通のリセット食じゃないですけど、うんうん、減量食みたいなの食べて、うん、そしたらまた体重元に戻るんで、うん、の繰り返しうんうん、でもだからあれだけ食べれたらすごいちゃんとしっかりトレーニングすれば、はい、すごいいい筋肉は絶対つくんじゃないかなって私は思ってて、逆に羨ましいぐらい食べるなって胃腸強いなって思っててあでもお腹はやっぱり壊したりはします。うん、私が食べれないから、はい、筋肉を大きくするのがすごい大変だったわけ、はい、もうご飯食べるのが苦痛な感じで、言ってましたね、だから大会終わったから、はい、もう食べないでいいんだっていう、うん、安堵感みたいな、安堵感の方が私の方が大きいですよね、はい、結構ね。だからなおちゃんなんかやったらめっちゃいけるなって私ずっと見てるんだけど、嬉しい、ちょっと頑張んないといけないですねこれ大きくして絞る。なおちゃんが大きくする頃に私は多分40代のカテゴリーに、はい、大丈夫ですね。ってことはあともうねやっぱり独身ですかね一生あ今彼氏募集中らしいですよ皆さん、チャンスです、チャンスただ大食いで大丈夫な子だけですあそうですそうです、はいはいはい、大食いが OK な子じゃないとねちょっと全然話違うね本当ですね。でも大会はねあれですよね、なんかやっぱりね、うん、出るまでは来年のことなんて絶対考えられないし、次のことって絶対考えられないけど、うん、終わった後って、うん、何でか考えてるよね。そうなんですよ、もう何なんだろうね、本当に一生嫌だと思いますよね、こんなきつい思い、もうお金もかけて時間もこんだけ使って食べたいもの食べれなくて、食べたいもの食べれない、体力も思いっきり使うで、最後らへんメンタルもやられてくるじゃないそうですよね、うん、あと気合で乗り切るしかないんですけど、うん、一生こんな思いしたくないって思いながらも、うん、はい、またってなるんですよね、終わったらね、なんなんでしょう、私もだって、はい、もう今年で引退するつもりだったわけ、はいはい、そ、周りがすごい盛り上がってて今来年は取りに行きましょうっていう、はい、あ、同じ NPC ですか、はい、1位を行きましょうって、楽しみだなでも私はまだ迷ってる気持ちと、はい、周りがこんだけ盛り上がってるからやらなくちゃいけないんだろうな、はい、1位取るまでっていう気持ちとで、ぜひぜひぜひもう曖昧に今生きてます曖昧に今でも私の場合はあんまりなんか大風気がないから、あ、常に絞れてますもんね、絞ってる気もないんだけど動き回ってるからねずっとね、うん、でそんなに食事もなんかバカ食いしたりとかもしないし、はい、今もあの減量食と同じ食事一
一番健康的な理想な感じですよね。だから、筋肉を強化するためには、うん、本当に私ももっと食べないといけないから、うん、本当にお肉500ぐらい食べないといけないんだろうなと思いつつ食べましょう思いつつもうきついですね。はい、じゃあ一旦 CM に行きたいと思います。FM Naha。Your radio station。Okinawa。はい、次のコーナーに行きたいと思います。今週の Q&A。 ですね、今週はですね、はい、こういう質問が来てるんですね、はい、一緒に答えてもらっていいですか。はい、もちろん大丈夫かな。ラジオネーム翔くんから、はいはい、NPC 上観戦に来てくださったみたいで、はい、ですね、はい、僕も出たいと思いましたと。あ、でもあれは刺激されますね。されました。されますね。ま、最初あの選手が並んで一番最初オープニングね、ま、開会式最高だよね。飛び肌立ちました。全然、まあ、ベストボディではないので、ないよね、うん、あ、こんな感じかと思って。あれはすごいよね、うん、はい、楽しいよね。まあ、私あれ一番楽しかった。あ、そうですか。私は基本ステージも楽しかったからね。でそれで、まあ、出たいと言って刺激をされて、3ヶ月出れますかっていう。3ヶ月、どっからの3ヶ月でしょうね。脳トレからです。脳トレーニング。初心者です、完全なる。ああ、それだったらまずベストに出ましょう。あ、どうなんですかね。男性ですよね。男性です。みんなでかいからない、ね。結構難しいよね、うん、3ヶ月で。私のなんか、うん、あの何人かやっぱり刺激されてね、はい、いるの、うん、今年だったら何がありますか、大会だ、ベストボディが10月にあるよって言って、はい、でも3ヶ月しかないじゃない、はい、出れますかって、今から15キロ痩せれるなら出れるんじゃないとかって私は言うんだけど、ここで15キロ3ヶ月で痩せちゃうと、やっぱりいろんな多分負担が来ますね、うん、来ると思うんですね。だから私的には大会出るんだったら最低でも半年前、うん、やっぱり1年はちゃんと見て、うん、1年先を見て体作りはした方がいいのかなって私は思うんですけど。確かに同じです。土台がないと絞ってもただのペラペラになっちゃうので、うん、そう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 、土台作りから。私が去年の NPCJ ですごい悔しい思いをして、うん、それで来年は絶対ビキニ出ようって決めての1年間だったんですよ。で自分の悪いダメなところっていうか、うん、苦手部位を全部意識しながらトレーニングしていっての、はい、積み上げて積み上げての1年間だったんで、めちゃくちゃやってましたよね、その1年間も。めちゃくちゃやってました。めちゃくちゃやっての1年ですから。常にやってました。ちょっと力抜く時期とかなく、まあ、でも私の場合はでも生活の一部になってるね、トレーニングが。あ、でもそれが一番ですよね、うん、多分じゃないとやらない。じゃあ3ヶ月で出るのはちょっと無謀ではあるよね。無謀です。準備期間だって減量だけ知ればいいってわけでもないし、うん、だからといって筋肉だけつける、はい、筋肉そんなにねすぐ簡単にもつかないし、うん、ないでね、ポージングの練習とかもね、結構甘く見てたら痛い目見ますよ ね、 ね一人だけ恥かくもんね、はい、ちゃんとやらないとね。ということで翔くん3ヶ月前からは出れないので、ね、来年目指しましょうか。うん、ゆっくりとじっくりね。期待してます。じゃあもう翔くんにアルプロンのプロテインをプレゼントします。じゃあ次の質問いきたいと思います。匿名、はい、希望さんです。ですね、これちょっと私最近恋愛相談も受けてるんですよ。はい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 、なんだろう。筋トレ女子をどう思いますかっていう。どう思いますか、筋トレ女子を。男性はどう思いますか。今日男性がいないからさ、どう思いますか。思いますか。あ、男性がいないから困った質問なんだけど、うん、なんかどうなんだろうね。ベストボディぐらいだったら私もさ、すごい可愛いなと思うんだけど、
あ、体型がってことですかね。どう思いますかって、あの恋愛対象としてってことだよね。あどう思うんだろう、こっちが知りたいですけどね。ね、だから私も、はい、ウエストボディーグレーの時とか、はい、ちょっとオフでちょっと脂肪、マッサージ脂肪を乗っても 18% ぐらいなんだけど、その時ぐらいはすごい女性らしくていいんだけど、はい、今なんてこうなんかもう何か食べた結果浮いてるし、こっちとかめっちゃムキムキだし、どう思ってんだろうと思って街中歩いたらニューハーフに間違われるんじゃないかそれはないです大丈夫違うですぐらい、はい、やっぱ肩とかがすごいもう目立ってきてるから、まずいですね、だから本当にこっちが聞きたい、うん、それ誰か教えてください、本当に筋トレ女子はどう思うかね、どう思うか、どうあればいいのかみたいな、そう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 でね、前回ね、うん、あの同じ似たような質問が逆バージョンになったんですよ、うん、彼氏が筋トレばっかりしてて、うんうん、なんか私のことより筋トレの方が大事みたいな、うん、どう思います、ごめんなさい、大会前は同じ感じだよね、大会前は多分同じ感情なんで、なんか私もやってる立場だから、はい、それで何も言えなくて、はい、もう仕方なくないってしか言えなかったんだけど、ないですね、うん、同じになるから、別に彼氏がもしいたとして、うん、そうでも頑張ってって感じの、でもそれって自分がやってるから気持ちが分かるんでしょ、はい、やってない、でもやってなかったら分からないだろうね、うん、からない、時間は絶対あるじゃないですか、うん、だけど、うん、いや多分優先、こうなると、私ずっとこうなってた、うん、多分私多分ずっとこうなってたの、はい、などれぐらい前かですか、いやもう4ヶ月ぐらい減量、私4ヶ月したわけ、はい、でもなぜ4ヶ月間減量を引き、うん、体重でも1キロも落ちてないよ、そうなんですか、体脂肪も 3-4% 落としたけど、あ、それそう今目指してます、今次の大会に向けてそれを、でもなぜ4ヶ月やったかって言ったら、試したかったわけ、いろんなこと、脂質制限してみたり糖質制限してみたりっていうのを合うのを、そして脂質制限したら自分の体がどんな反応するのかっていうのを試しておくて、4ヶ月かけていろいろやって、結果普段の食事でよかったっていう、ガシガシ動けばいいっていう、あとはもう有酸素ちょっと入れていって体脂肪結局 3-4% 落としたんだけど、うん、筋肉量そのまま上がったままで 4% 落として、体重だから本当に1キロ減ったか減ってないかぐらいのレベルで大会当日水抜きもせず臨んだんだけど、なんだろう、やっぱりその4ヶ月前ぐらいからその大会のことしか考えてないから、もうビキニどうしようとか間に合うかとかポージングのどうしようとかってってなった時に、もう家のこと一切何もやらなくなって、あそっか、それがあるか、結婚してた、うん、そうで、やっと大会終わって、はい、その翌日ぐらいから、はい、久しぶりに旦那の顔見たら、なんか旦那高校しようって言ってたから、しましてる、しますちゃんと今とくせに翌週飛んだっていうね、はい、旅にねでも大阪とでもトレーニングしてきましたよ、うーん、大阪パーソナル、あのイケメンそう、佐藤翔吾さんのトレーニング受けに行ったらきっと女性ホルモンが出るんじゃないかと思って出まくりですね、あのイケメンに思うでしょ、超追い込まれて男性ホルモンしか出ない愛情ですね、多分追い込まれた方がね、言ったもん今日女性ホルモンを取り戻しに来たんですけどなんで男性ホルモンしか出ないんですかっつってそしたらトレーニングしてるからでしょって言われたやっぱトレーニングしたらそうなっちゃう、なりますね、うん、やっぱ周りが見えなくなるんだよね、うん、だからやっぱりなんか今作川くんとかオフに入ってるじゃん、はい、すごい余裕な感じがするわけ、だからやっぱり5年とか出てったら、はい、一旦休憩も必要なのかもしれないね、確か今ちょうど、まあ、家庭ね、プライベートも多分いい時期だと思うので、うん、逆に何年ぐらいは考えてるんですか、選手生命3年は絶対したい、したいんだ、じゃあもう3年間は結婚諦めてるわけねでも20代のうちで子供は欲しかったみたいな諦めてますね、どっちかだよね、もうね、家庭持ちながらとか、うん、出産を乗り越えてとか結構厳しいかもしれない、はい、私は子供が大きいからいいけど、うんうん、3年はでちょっとやりたいですハマっちゃいましたねそうだね、完全にハマったね、ハマっちゃいました、楽しい、うん、そっか、私多分、私毎年今年が最後って言ってんだよな
本当今年最後4年目です。5年次3年目だよ。去年が初めてで今日2回出てるから、あベストボディと NPC 陣に出て、絶対ベストボディじゃない、うん、私の体型と思って NPC 陣に出たわけ、うん、去年。やっぱ自分の体とか筋肉量に合った大会っていうのをちゃんと見つけていかないと、うん、どんなに頑張っても入賞できないし、うん、どんなに頑張ってもやっぱりいい線いけないから、うん、そこってすごい模索していかないといけないわけで、うん、で私はやっぱり NPC のビキニが一番自分の体を作りやすい、うん、なんだろう、あまり無理して絞らなくてもいいし、はい、無理に増やす必要もないし、いつも通りガツガツやればガツガツやっとけばある程度ちょっとまあ足りない部分はあったけど、うん、そういうのフィードバックもらえて、はい、ここをじゃ強化しようとかって少しだけやれば出せば出れる大会がやっぱ NBC 陣なのかなって思いつつ、はい、最近東京行って友達に、はい、サマスタに出るってる友達がいて、はいはいはい、サマスタのビューティーに出たいのって言ったらその方じゃ無理だよって言われてえそうなんですか、カテゴリー違いだよって言われて、じゃあサマスタの何になるんだ、ビキニモデルぐらいだったらギリじゃないって言われたの。でもその方だったとビューティーはもう無理って言われてマジかと思ってあのたな物気にめっちゃ憧れてたのに、もう来たくて来たくて、ね、もう買おうとしたんですけど、でもいや買った先にもう先に買おうと思ったんですけど去年のパターンで、でも買ったらダメだベストボディ先だと思って、うんうん、今買わずそのまま、うん、そうしてくださいぜひはい、じゃあ私一旦 CM 行きます。はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。どうでしたか初のラジオ。いやあっという間でした、楽しかったです。緊張してたけどもういつも通りのなんかそんないつも通りただのおしゃべりになっちゃったね。なっちゃいました女同士初めてなんで、私すっごいなんかただの女子会してるだけの気分だけど、まあいいなと思って、ゲスト女の子めっちゃいい、うん、めっちゃいいです。なんか、はい、じゃあイベントの告知は多分ないと思うので、はい、私から1個、はい、沖縄ヒットネスガールズでベストボディジャパンに出る子がなおちゃん以外にも何名かいるんですよ。でもそろそろポージングレッスンをみんなで集まってやっていきたいなっていうのがあって、本当に3ヶ月前ぐらいからちゃんとやっていかないといけないと思うので、ぜひ我こそはベストボディジャパンに今年挑戦したいという方、沖縄ヒットネスガールズで検索して私に DM ください。一緒にポージングセミナー一緒にやりましょう。練習ねみんなでやったら、はいはい、楽しいしね。じゃあなおちゃん、はい、あとは意気込みをよろしくお願いします。はい、冒頭にも言いましたが10月14日に開催されるベストボディジャパン那覇大会に出場予定です。で今年はまだ私も含め数名何名か出場するのと、今からどんどんレッスンもしていくんですけど、お互いに高め合っていきながら沖縄勢で各クラス上位を取っていきたいと思ってます。いいですねでもちろん私も出るからにはもうグランプリ取るために頑張っていくので、うん、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。私サポートに回ります。はい、はい、心強いです。お願いしますみんなの背中をバンバシバシバシと書いてサポートしていきたいと思います。はい、じゃあ Q&A コーナーへの質問は LINE アットにて受け付けております。 ID 検索で AHK5132Y、 ID 検索で AHK5132Y、 番組内で採用された方には豪華プレゼントをご用意しています。ぜひたくさんの質問お待ちしています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニクの提供でお送りしました。また来週もよろしくお願いします。Ha ha ha.